ということで止められなかったので今のパカ買わなかったという、というわけでこれトーナメントで、パパに勝てる人がおそらく存在しないと思うのでトーナメントやります。1番ママ、2番エナ、3番レミ、4番チナ、これで抽選を行いますんで、3番、で勝った人がパパと、パパとのあれと、じゃあまず1回戦言いますんで、レミ対ニタル、エナ、はい、じゃんけんして先攻後攻決めて、じゃあエナから先に蹴るから、でレミはボールを止めなきゃいけないんだよ、これ5回勝負でいくから、はい、1対0、はい、次レミ蹴ってください、はい、はい、止めました、はいはい、あ、外しました、はい、外しました、はい、はい、次レミ、はい、2回裏弱いだろそれじゃあ、ん？今入った？上に当たった。どこに当たった？上、あ、クロスバーだから、カーテン、クロスバー、クロスバー、得点認められません。はい、3回裏レミ、入った、レミ全然反応してないじゃないかい、まあ完全にエナのとこに、エナ、じゃあ最後これ5回目、これエナ決めれば勝ち、あ、決まりました、はい、というわけで1回戦エナの勝ち、というわけで2回戦レミ対ママ、あ、チナ対ママ、チナ、チナもう来る前に止めなきゃいけない、はい、次チナ蹴るんだよ、あ、はいはい、チナママに止められないように蹴るんだよ、カーテンの枠内だよなんだそれ、あー、チエ、はい、3回表1対0、はい、チエ、チエ、ママは止めてよ、ママ蹴るよ、ママ蹴ったボールは止めるんだよ、こう手でこう使うの、早く、あ、いい、外した、ね、やっぱまだ無理だ、あ、止めたんですが必死ですけど、OK、 はい、最後5回目これママ決めちゃえば火事になっちゃう、止めろうちな、なんまあもう大した強くない、はい、チ、最後これ蹴ればサドンデスになるよ、決まれば、強くでバン、思いっきり蹴ろう、はい終了、はい、チナの勝ち、優勝、チナの負けですよ、はい、じゃあエナ対ママ、はい、いかもて、はい、弱い真ん中しか行ってねえじゃん、あ、入ったちょっと待ってよこれ、あ、入った2-0、あ、2-1、なでもこれ決めれば勝ち、ちょっと怖い、やばいかも、あ、いた、というわけで最後エナ対パパ、エナがパパに挑戦する権利を得たってことだ、まだ広げすぎだわ、大丈夫エナ大丈夫、ち、危ねって、もっとこっちに来なさい、よっしゃ、そう、パパ強いと思ったのに、いやでもこれ2回目でしょ、どっちもまだ失敗してないんで、
これで20回目え、なおさん、あのさ、失敗したらレミナッツでやる。で、ちなが失敗したら、えな。あはい、今度レミ。じゃあ三角でやってみる。パパ。危ねえ危ねえ危ねえ。なんだよ。親が持つより子供の大事が持つだもんな。盛り上がってるじゃないか。I'm done with it.